まずは標準のパッケージプランですね。ゲートインベストメントプランナーというものを提供させていただいておりまして、こちらはですね、ボタン1個で簡単に不動産の収益シミュレーションが作れるというサービスになっております。先ほどから申し上げている将来の家賃の下落率だとか空室率、場所のことによって異なるキャップレート、投資家様の期待利回りの違いですね、そういったことをですね、ボタン1個で算することができる。それによってですね、将来30年から50年自由に期間を設定していただくことによって、長期の分析シミュレーションというものを、誰でもが同じ精度でレポートすることができるというのがインベストメントプランナーの特徴になっております。査定だけではなくてですね、さまざまなご利用シーン、例えば仕入れの現場でこの物件の仕入れの価格の妥当性を分析したりですね、仲介の現場でお客様の目の前でシミュレーションを組み直してですね、ご提案したりですね、さらにプランニングですね、この土地だったらどんな建物が建ってどんな収益が、見込めるだろうというプランニングの現場だとか、さまざまなご利用シーンでご活用いただくことができます。さらにオプションの機能も充実させていただいております。課税計算ができますよだとかですね、取引事例が見れますよ、近隣の同じような売買物件だとか賃貸事例が見れますよとかですね、それを査定書という形でレポートしてほしいだとかですね、それをExcelに抽出して自由にカスタマイズできるようにしてほしいだとか、さまざまなオプションプランの方もご用意しております。こちらがですね、料金プランになっておりまして、ライト版ですね、シミュレーションだけができるというプランが2万円、ベーシックプランがですね、シミュレーションだけではなくて課税計算だとか、物件評価レポートだとか、そういったものも使えるというのが、ベーシックプランですね。プライムプランになってくると、全ての機能が使えますというサービスになってございます。もう一つのですね、パッケージプランがマーケットサーベイですね。提案したい物件、分析したい物件の周辺にどのような商業施設があったり、どのような、例えばコンビニだとか学校だとか、そういった施設があるのか、そしてそのマーケットの賃料相場の幅がどれくらいかだとか、世帯構成だとか人口動態はどうかだとかっていうことが、ボタン1個でレポートにできるサービス、そちらがゲートマーケットサーベイとなります。こちら画面イメージですね、詳細な使い方はまた別動画でご説明させていただきたいと思いますが、人口動態だとかが、可視化されるような形でですね、コンビニのボタンを押したらコンビニの数がパッと出てきてですね、それが自動的にレポートになるというようなシステムでございます。こちらも月額2万円という定額で、提供させていただいております。そしてカスタマイズのサービスというのが私どもの最大の特徴になっております。どこの企業様もですね、今自社のデータをうまく有効活用したいだとか、自社の業務に合わせてですね、不動産の基幹システムを作りたいとご人数ですねあるんですが、そういったところに対応させていただいているというのが、弊社の特徴になっております。まずは iBuyer ですね。こちらはですね、アメリカの不動産テックマーケットでは一般的なモデルになっておりまして、例えばアメリカのプレイヤーであるジローだとかですね、オープンドア、そういったところがですね、人工知能で、不動産の相場を簡単に調べることによってですね、一番お買い得の不動産を勝手に見つけてきてくれて、それを瞬時に売り抜けてしまうという、そういうサービスを、やられている、大手不動産会社がアメリカには数多くあるんですが、それと同じようなビジネスモデルが簡単に自社のシステムに組み込めますというパッケージツールですね。こちらは自社のシステム、いわゆるポータルサイトだったり、自社の、コーポレートサイトですね、そこに我々のiBuyer機能を組み込むことによってですね、お客様に、売りたい物件を登録してもらうと。でそれが、買い取れる目線が自動的に査定されてですね、これだったら1ヶ月以内に売れるだとか、これだったら半年以内に売れるみたいなものの判断まで人工知能がやってくれると。それによって瞬時にですね、買い取り査定をしてそのまま売却のプロセスに流すことができる、そういったパッケージ機能ですね。さて API も提供させていただいております。いやいやシステムまではいらないよと、データだけ欲しいと。この地域の下落率だとか空室率だとかキャップレートのデータ、そういったもののデータだけ定期的に提供し続けてほしいということで、API 提供といったものもサービスとして提供させていただいております。フルカスタマイズのサービスがゲートプラスですね。今自社の基幹システムとしてもう不動産の分析プラットフォームを作りたいだとかですね、自社のコーポレートサイトをもう丸々ゲートのシステムを活用して先進的なものに変えたいというお問い合わせ非常に多くいただいております。それを我々はですね、全て対応させていただくというプランをさせていただいております。当然開発が必要になってきますので初期開発費はかかると思いますが、一般的な SI ベンダーとかのに発注するよりもですね、10分の1ぐらいのコストで実現できてしまうというのが弊社のサービスの特徴になっております。今までご説明した私どものサービスですね、多分 SI ベンダーとかに見積もり出すと億単位の開発コストがかかると思いますが、さまざまな企業様、今まで我々の OEM サービス、ゲートプラスという OEM サービスですね、ご利用いただいておりますが、大体2、3000万ぐらいの、レンジでですね、実現できているというところが特徴になっております。ライセンス費用もですね、1人分の人件費ですね、エンジニア1人雇うんだったら、ゲートの導入サービスを導入した方が安いという料金体系でですね、提供させていただいております。事例としてですね、コスモス印刷様のバリューアイですね、
お客様の健康診断、不動産の健康診断を行いますというパッケージ、こちらのサイトですね。こちらは私どもの OEM で提供させていただいているサービスでございます。また去年オリックス銀行様がですね、金融機関で初、不動産を人工知能でキャッシュローシミュレーションできるというサイトを、まあ、オープンされましたが、こちらも我々の OEM サービスです。今晩ですね、静岡銀行様が不動産の審査で、まあ、我々のシステムを採用するということで、プレスリリースさせていただきましたが、まあ、こちらもですね、我々今開発着手して我々の OEM サービスでリリースさせていただいております。同様の事例がですね、まあ、今19社様ほどですね、お問い合わせいただいておりまして、各社様ごとのニーズに合わせてですね、我々の人工知能の不動産業務パッケージゲートをご導入させていただく準備を進めている最中でございます。導入後ですね、当然人工知能とか、まあ、例えばもうシステムの使い方だとかっていう話だとかですね、まあ、なかなか難しいよという、お客様のためにもですね、導入後のサポート体制というものはオンライン、オフライン、まあ、双方でご用意させていただいております。ぜひですね、ご興味持たれた方はですね、弊社のサービス、サポート部の方にですね、ご連絡のいただければと思います。それでは本日の動画は以上させていただきます。